私、音無優は、一切の芸能活動を休止し、競馬学校に入学します。これから3年間、この学校で立派な騎手になるべく励んでいただきます。僕らが音無優の同期になる生徒たちだよ。言うなよ、秋。話題になるだけマシさ。君も一緒に来る？人と馬が一体になれるようなそんな騎乗ができる騎士になりたい。すごいね君、飛べるんだ。これがルールだ。有名人が気まぐれに。お試しで足踏み入れるなよ。僕は牧孝太。親父は親父、僕は僕です。あの子のせいで久々の女子入学のニュースが霞んじゃった。今年の新入生はハプニングボーイが多そうですね。それ厄介だ。はい、ナイスとミーチュオー。僕は心からやってみたいことに出会えたんです。群青のファンファーレ2022年春放送開始。